167丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ジェロームアベニュー線の駅である。ブロンクスクハイブリッジとコンコースにまたがる東167丁目とリバーアベニューの交差点に位置し、4系統が終日停車する。駅は1917年6月2日のジェロームアベニュー線149丁目グランドコンコース駅。 キングスブリッジロード駅間の開業とともに開業した。1918年6月1日には IRT9 番外線からの列車が乗り入れ始め、2004年に改装工事を行っている。駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線は定期旅客列車の設定はない。また、 ラッシュ時のバーンサイドアベニュー駅行きの列車は、東駅北側で観光線から急行線へ転線する。東側入り口階段改札口は、ホーム下にあり、南北ホームから階段が接続している。改札口からは東167丁目と、リバーアベニューの交差点北東、北西、南東、南西に、それぞれ一つずつ階段が接続している。 駅は1940年6月11日から1958年8月31日まで IRT9 番外線の最後まで残った区間である155丁目駅当駅間を走るシャトル列車の北側終点駅となっていた当駅に到着したシャトル列車は回送列車となり駅北側で急行線へ転線しそこで折り返して南行間高線へ転線して 南行ホームに入線155丁目駅行きとして9番外線を南へ向かっていた。ただし、末期には2両編成となり駅到着後そのまま、北港観光線で折り返し9番外線との分岐点まで逆走していた。シャトルは1958年8月31日に路線が廃止されると同時に廃止された。なお、9番外線との分岐点はまだ残っており、 駅の南側から見ることができる。この分岐点は164丁目のヤンキースタジアム手前まで続いている。1940年、ニューヨーク州入局は9番街線を現在のハーレム -148 丁目駅付近で IRT レノックスアベニュー線に接続することを提案している。しかし、セジウィックアベニュー駅アンダーソン。 ジェロームアベニュース駅間の近く間のトンネルは、高架鉄道の車両基準で作られており、サードレールの高さが地下鉄よりも低くなっているという問題が出た。これは、高架鉄道側のサードレールには保護カバーがなく、地下鉄側には保護カバーがあったためその分高さに差異が出ていたのである。また、9番外線の高架軌道部分が地下鉄車両の荷重を支えきれないという問題もあり、 接続は実現しなかった。ありがとうございます。